やっちゃうよ、ナイトです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日ね、このね、まあ、三重四デッキを解説していこうかなと思うんですけど、リップ解説ですね、マルチの。なんですけど、まあ今、グローバル128位ということで、まあ、まあまあかなみたいな感じなんですけどね、とりあえず、まあみかんさんね、ちょっとぶち抜いて、40ぐらい上にいるんですよ、俺の。なんで、ぶち抜いていこうかなと思ったんですけど、ちょっとね、まあ、もしかしたら沼るかもしれないんでね、動画撮ってからぶち抜こうかなと思いました。ということで。まあね、この、U のスケ型に変えて、あのね、結構ね、4連勝して、いい感じになったんで、これをね、結構安定したんですよね。なんで、まあ、それのね、ゴレと、まあ、このアンマチャイは使う人はいないだろうから、ゴレ迫撃、なんだこれ、ペッカか。という感じでいきたいと思います。ということで、いきましょう。1本目。そうですね。まあ、とりあえず、ポン置きポンポンなんですよね。これ確か1マスずれたんだよな。気のせいだっけ？はいはい。で、ケツゴレが来ると。相手は、ケツゴレをするしかなくて、俺なんですけど、ここで相手は絶対に大きいスペルないなとか、あ、先ランバー出したんだっけな、迷ったんだよな、結局。迷って小物で、まあ、ライドラがいたら言うて全部止まるんで、うん、何出しても止まるって感じですね。なんで、とりあえず、大きいスペルないなって感じで、ライドラと、バタルババスケでランバーを溶かしに行きつつも、うん、溶けなかったんで、アイゴレのバッカでね、溶かすという感じですね。でとりあえず、これで、もう一回、アドを取っているので、まあ、これでポンって置くと。相手は多分ライトニングだなって思ったんで、これで相手は打つんですよ、6襟で。でそこで、補助を出すことによって、後取って、しかもレイジ状態にあるんで、めちゃくちゃダメージがね、こうやって入るんですよね。そう、そういうこと。なんで、ここで半分ぐらい削っていけたかな。うん、半分どころじゃないな。もう一つ。OKOKOK。1100まで削れるという感じで、とりあえずこれでまたね、3ぐらい。3ぐらいか。後取ってるんで、まあ、3ステパー。していき、まあ、相手がどう出るかなって感じですよね。で、一重視は基本無視されるかもしれないんですけど、これは無視されたらそれはそれで美味しくて、1100のね、タワーが一重視放置するだけで、壊れちゃうんですよね。なんで、相手はここは守るしかないと。で、ゴレ受けとメガ受けっていうめちゃくちゃ渋い受けをするしかなくて、それはまた手札に、この、もう、対大型メタ、もう、対ね、本当に何のメタにもなるライドラをね、出すことによって、まあね、全部止まるという感じで、でここでまたね、ポンポを立てようか立てまいかという感じで工場出していき、はい、はいはいと攻めて、攻めまくって、とりあえずポンポを置くんかな、ここで。サンステパかな、サンステパと、はい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 。で、とりあえず、またね、こっちを守ってくるから、放置して左を攻めたんかな、確か。左を攻めた気がする。アイゴレ、工場。で、つけて、ランバーもつけちゃう。で、これで相手は絶対守れないんですよね、左を。ライトニングってランバー出すぐらいしかないですけど、そしたら、ジュエリー使っちゃうから、このね、ベビドラすら出せなくて、ゴレ単体で放置されて、二重視にこうやってババババって打たれることになっちゃうんで、それだけはね、相手もできないんですよね。なんで、俺もこっちはおられるけど、あっちにね、めちゃくちゃ、なんか致命的なね、ダメージを与えることができるんで、ここでまたね、三重視を出していって、受けながらも自分の攻めたいサイドにカウンターしていくと。で、相手はライトニングなんで、こうやってね、前に出すことではなく、真ん中ぐらいに、こうやって真ん中ぐらいに工場を挟んであげることによって、相手はライトニングが回ってきても、一生ライトニングを打つことができないという感じで、でこうやってライドラを挟んであげて、まあ、アイゴレ、まあ、スケという感じで、もう何でもね、何でもブチブチに挟んで、で、これで、もしこっちが守れても、スケだけで守れるしちゃうみたいな感じでね、まあ、守られるわけがないんですけどね。って感じで、GG という感じで、割と、これは三重視デッキというよりかは、あのね、三重視だとか、ライドラだとか、エリポンでアド取ってから、陣技のような動きをする。陣技っていうのは、まあ、基本的に、まあ、ペッカとか、ああいう三種の陣技、今はマジアチャ解放されたんで、神技デッキはいないんですけど、なんだろう、神技っていうのは基本的に、まあ、相手の手札を考えることもそうなんですけど、エリアドが大事で、エリアド本当になんだろう、
まあ、4とか3を取ったら端前にもう出し続ける、相手があの受けるからね、襟が溜まったら出す、襟が溜まったら出す、で相手は結構苦しい、一生苦しいんですよ。でこっちは襟が溜まったら出す、溜まったら出すって、こうやって端前をねピュッ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 ってスライドするだけでも折れるっていう、そういうデッキなんですけど、なんでエリアドを取ったらポンプとか三重子でエリアドを取って、もうこの、ランバーとか工場とかライドラでもう畳みかけていくみたいな、そういうデッキですね。で、オデン2本目。そうですね、とりあえずは、やりこぶだっけな、確か。テレベベを転がしていくと。で、まあ、アイスゴールかな。だよね。出して、アウトローが来るから、そうですね。まあ、ここは放置かな。確か三重子を、ハイド。ああ、ライトラだったね。まあ、そうだね。あれがいるから、そのアウトローがいるから無理して三重子は出さず、ライトラできる。で、ここなんですけど、もし相手が自分だったらね、絶対にアウトローガールを殺させたくはないんですよ。なんで、ここに、絶対なんだろう、挟むのは、コウモリかガゴムレを挟むんですよね。絶対に。なんで、こういう時も油断せずに、相手後ろのアウトローガールに関連するからいいじゃなくて、ちゃんと盾を出されたことを想定して、タルババを構えておくことが大事ですね。で、こうやってコウモリでアウトローガールを延命しに来るんですよ。だから、コウモリとか出した瞬間にも速攻でこうやってタルババを転がしてあげる。これで延命を無駄にすることができるんで、割とやっぱ相手もね、同じことを考えるんで、自分が相手だったらってことを考えることが割と大事ですね。来たよ。めっちゃ鼻かむんで。あー、めっちゃ鼻むずむずしてきた。ちょっと。ここカットします。カットでお願いします。はい、ということで、すっきりしてきました。いきましょう。はい、ということで、これは、まあ、ランバーで本当は拾いたかったですね。でもガグムレはアイゴレだけで言うて守れるんで、スケとランバーで後ろに釣ってあげて、こういう感じでね、防衛するという感じですね。スケも割と1コスでは後ろに釣ったりとか逆サイに釣ったりとか、そういう動きができるん で1枚切ってポンポンもあるんでね、割と相性はいいかなって感じはしていますね。って感じで、とりあえずは30ステパかな。30ステパして、で、守り迫撃が来るんですよ、ここで。そう。なんで、工場をね、ここ。ここに出してあげることによって一発食らって、ビューンって回って、しかも、あっち側のね、迫撃には寄らないんで、こうやってね、まあ、三重子の盾を作りながらも攻撃することができると。で、まあ、相手はね、この二重子にファイブを打ったんで、ここはガールに何も足してこないなってことを確認してから、ポンポン置く。ポンクを置くと。で、ランバー拾うと。拾ってあげてから、アイゴレ。アイゴレ挟んで、タルババ挟んで、スケで後ろに釣っていくという感じで、これだけでね、アイゴレとスケだけで本当に守れちゃうんで、割とこの受け方はおすすめですね。で、工場を後ろに出す。で、ここで、相手絶対端面なんか出してくるんで、ライドラ先に挟んであげることによって、こうやってね、相手に出したアウトローとかを、なんだろう、無意味にさせていく。無意味にさせることが大事ですね。で、後ろに置いていくと。で、ここは超絶拾いたいポイントなんで、はい。はいはい。もう両方、保険をかけて両方拾っていきます。で、ここは、工場をつけていって、また手札を回すと。手札を回して、またエリポンがね、相手はエリポン攻撃したばっかなのにもかかわらず、俺はエリポン持っているという感じで、エリポンを置きますと。はいはいはい。で、ここで相手は穴掘りを飛ばしてくるんで、また拾いたいなと。ああ、拾えなかった。残念。本当に残念。残念なんですよね。で、まあ、とりあえずここら辺で、ばっこりエリアドを取ったんで、そろそろ相手はね、きつくなってくる頃なんですよ。で、ここで逆に、もう切り替えですね。相手は右を放置しても折れる、タワーが折れるから放置することができないんですよね。で、これライダーを足してあげて、で、今度は右がね、手薄になったんで、右に工場を足してあげると。いう感じで、左か、左に足してた。ごめんなさい。
まあまあこんな感じで GG ですね。もうエリアド取って、エリアド取って、エリアド取って、最後は30種出さずに陣技のような動きをすると。もう端前ぶっぱ、端前ぶっぱ、端前ぶっぱっていう感じで、割とね、折れるデッキなんで、まあ、序盤は30種を出したりだとか、相手がポイズンを来たから30種を出そう。で、30種を出して、相手にコストを使わせつつ、まあ、相手がまだ呪文が回ってないだとか、ホグとかが来ても守れるとか、そういう時だとき、まあ、大体ライドラを持ってれば何が来ても守れるんで、相手が呪文を持ってるけど、まあ、ジャイアントとか、まあ、ホグとか、工場だとか、今のね、流行りの攻めユニットなんですけど、そういうのを持ってるときは、まあ、ライドラを持っていればほぼ守れるんで、まあ、ホグガゴムレとかだったら話はまた変わってくるんですけど、本当になんだろう、まあ、工場ゴーストだったりとか、ホグ、まあ、アイゴレホグとか、もうライドラがいれば全部守れるんで、ライドラを手札に持っていて、相手が、その、なんか呪文はないけど攻めるユニットあるって時にポンポン置いてあげると。絶対攻めてくるんで、ライドラだけで美味しくいただいて、たまってね、タルババとかでね、声も処理してあげて、バーンってカウンターで GG ですね。という感じでいきましょう。本当にね、ライドラでね、全部止まっちゃうんですよ。ごめんなって感じになるんですけど、マジで。まあ、初手がいいですねと。ポンポン置く。ここはね、ランバーかライドラか迷ったけど、迷ってるのももったいないんでね。とりあえずタルババとランバーで守っていきます。よいしょ。という感じで、まあね。で、ここなんですけど、相手はゴースト切って、まあ、ポイズンも切ったからね。正直、工場端前30種いけるかなと思って、後ろから工場出すんですよ。だけど、ちょっと待てよと思って、相手はメガナイトとかペッカがいそうな香りがするなという感じで刺したんで、こうやって端前に今ね、30種スライドさせてるけど、こうやって戻していく、後ろからチュチュンと、まあね、こらえていく感じですね。はい、30種。まあ、アイゴレを出してから今みたいに、こ30種出してから、端前に行くまでに、6エリまではね、使い切れない、使い切れないというか、6エリギリ溜まるっちゃ溜まるんですけど、20種がね、橋を渡っちゃうんですよね。だから、なんだろう。マスケが先行してるのに、後ろに工場出しても、もうなんだろう、弱い動きじゃないですか、それは。だから言っちゃえば5エリまでしか溜まんないんですよ。なんで、片方に工場やら、アイゴレをつけたら、片方にアイゴレやら工場をつけられないんですよね。5エリしかないんで。なんで、こうやって先にアイゴレを出してから30種をセパスしてあげることによって、30種を出してから使うコストを2減らすことができるんですよ。なんで、20種の前にはもう何も足す必要がなくなるんで、こういう時に、左にね、ランバーを足してあげることができるという感じで、まあ、相手がファイボとかを持ってたら、アイゴレと30し、20しかをまとめてズドーンっていかれちゃうんで、ファイボとか持ってる時はできない技なんですけど、持っていない時は、今みたいにね、こうやってファイボとか大きいスペルを持っていない時は、絶対にやった方がいい、技ではありますね。よいしょ。よいしょと。で、これも一見ね、あ、ちょっと受けミスったなって、スケの位置ミスったな、みたいな。ゴースト来ると思わんかった、みたいな感じではあるんですけど、こう、タルババね、ボーンと、いう感じで、はい、強い。はい、ライドラ、タルババ強い。もうね、ライドラ強い、でタルババも現環境めちゃくちゃ強いんですよ。ほんと、ウィンレート1、2ぐらいなんですよね、ほんとに。なんですけど、その2枚の相性がめちゃくちゃいい。もう光栄にこうやってね、今みたいにゴーストとか、こういうまとめてきた時のエレキとかにめちゃくちゃいいダメージを入れるにもかかわらず、光栄をね、確実にタルババで持っていくことができるんで、本当にね、おすすめですね。これマジやられた。これでね、めちゃくちゃ削られるんですよね。ありえんほど削られるんですよ、これで。まあ、そんな行くみたいな。で、これライドラ全部止まりますね。もう全部。相手がライトニングじゃない時は、あのね、もう余裕ですね、正直。何でも止まっちゃうから、これで。よいしょ。挟んであげて、ごめんなっていう気持ちになるんですけどね、本当に。よいしょ。まあ、どうせね、なんか、サンガゴじゃ守れないから、ペッカ来るだろうと思ったんで、こっちに出していきました。で、ガイーンが入ると思ったけど、入らんかったね、ガイーンは。で、こっち左に工場来る気配がしてたんで、左に2のセパ。で、ペッカは正直、スケもあって、アイゴレもあるんで、無限に守れるっすね。30種さえいれば。30種かライドラがフィールドに出てれば、無限に守れるっすね。
なんでこうやって歩かせてあげて、無限にはいはいはい、チュンチュンチュンと美味しい感じでいただいて、もうこっちで、ここで大事なのが、左って別に、なんだろう、ペッカで守れちゃうんですよ、全部。左の前に、ランバー、工場とか足してても、ペッカで全部ね、バシンバシンバシンつって。で、まあ、もしペッカが死にそうになったら、相手ユーノやら、サンガゴやらを足せばいいだけなんで、正直、二重四側に何を足しても守れるんですよね。なんで、こういう時の相手の最善策は、一重四の方にペッカを出して、二重四は、ダメージを許容しつつ、エリアドを取るっていう守り方が相手からしたらベストなんですけど、こっちのね、二重四のサイドが900なんですよ、残り。なんで、ちょっとも許容できないから、手加減して守って、もし突破された時に、例えばね、ユーノだけで守るとか、サンガゴだけで守るとか、普通ならできるんですけど、今はこの状況だとできないんですよね。なんで、こういう時は、逆に削ってないサイドにぶっ破してあげる。こうやって放置したら折れる攻めをしてあげることによって、相手はこっちに裂きつつも、二重視にも力を入れなきゃいけなくて、どっちも中途半端になるんですよね。でこうやって二重視の方に力を入れて守ったら、右の方がね、もう余裕で突破されて、タワーを折れるという感じで、まあこれはね、結構うまく、最後はね、うまく運べたんですけど、そうですね。やっぱりそのなんだろう、マックスのサイドだからあんま攻めないで、セッケルサイドだけを攻めようとしたら、やっぱりね、相手からしても、ペッカエレキとかで簡単に守れちゃうんですよね。だから、そういう感じでいければなと思います。これも正直、三重指導というよりは人技能なんですけど、本当に相手のエリクサー、テクガハークもちょっとやってるけど、これのデッキに関しては、エリクサーハークの方が多いですね。ハークというよりかは、本当に、なんだろう、ポンプを立てたりだとか、三重指もね、単純に、相手に先に工場とか出して、さっきみたいな形でのそのユーノとかエレキを出させた後に、三重指処理してもう一回カウンターできるっても、単純にエリアドを取れるんですよね。そうそう。だから、三重指でエリアドも取れるし、呪文打たれなかったら取れるし、ポンプも呪文打たれなかったら取れるという感じで、三重指とポンプでエリアドを取ってから、最後は今みたいに三重指を出さずして、最後は出したけど、もうランバー、工場を、ライドラ、タルババット、で、スケって回ったらもう一回ランバーが回るんですよね。そう、高回転で。なんで、そういう感じで割ともうエリアド取って終盤、端前ぶっぱ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 で勝つっていう感じですね。本当に強いと思うんで、ね、ぜひおすすめですね。穴がないっていうか、隙がないですね、本当に。ポンプ立てた後も、相手は正直攻めたくないんですよ、ライドラがいるから。だけど攻めなきゃいけないみたいな、そういうデッキになってるんで、ぜひ皆さん使ってみてください。ということで、今日の動画はね、この辺で終わるんですけど、ぜひ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。ということでね、そうですね、世界戦も、もうちょいってわけでもないけど、そんな近づいてもないけど、あと言うても、3週間切ってるんで、もっとね、練習も仕上げていって、KK とかとね、乗ってないか。毎日、その練習付き合ってもらってるんですけどね、教えてもらった次の動画ではね、ロイジャイをね、やろうかなと、KK に教えてもらったロイジャイをね、やろうと思うんで、ぜひ見てください。ということで、今日は、この辺で、お疲れ様でした。バイバイ。